佐竹茂議は南北朝時代の武将。山、伊里佐竹氏、国康氏の祖。日立守護、佐竹貞義の名の男。母は側室。足利高氏が県務政権と戦うために上落した際に、異母兄の義圧と共に足利忠義参加に加わり、後に義圧が高氏の命を受けて、東国の日田川勢力と戦うために帰国すると、 信義はそのまま残留して、高氏、忠義と共に、九州に向かった後、多たら浜の戦い、港川の戦いで活躍する。以後、信義が高氏に近似して、吉奴が両国経営にあたる体制が構築される。上和元年、広告六年の天竜でららっけ供養の際に、皇人の追病を務め、四年後に忠義と、皇諸直が対立した際には諸直を支持した。また、 レンガにも優れ、筑波州にも所集されている。後に、高氏から日立国久寺氷山入を所領として与えられ、山入氏の祖となった。佐竹刑図には、官能二年、昭平六年死去と伝えるが、太平記には、翌年の薄い峠での戦いをはじめとする官能の上乱関連の戦いに参戦し、下京年間成立の源の武士州では、 当時活戦直前に高氏と和歌について語る記事が載せられるなど矛盾が多い。これについて近年、梶ジヒは市議の長男とされることぎについて応英4年3月7日没と記されながら山入氏の家督継承や具体的辞席が見出せないことなどを指摘し、ことぎを指揮の解明後の名乗りとして両者を同一人物とする説を唱え、合わせて従来、 結城直光が著者とされてきた、源の武士衆の著者を死にとする説を唱えている。死儀の子は他に、与えよしと辞儀がおり、死儀の後は、与えよしが継いだ。ありがとうございます。